ここは宮崎県宮崎市神山と言われ彦、後の我が国初代天皇神武天皇御祭神としてお祭りしている宮崎神宮。皆様、本日はようこそのご参拝でございます。これより辰宮詣の儀を執り行います。本殿では宮参りの家族が新しい命の誕生を神様にご報告です。朝の光がまぶしい参道に佇むと、心が清らかでいられる一日が始まります。正しきを養うという言葉があるんですね。養成という言葉がありまして、正しこれは正しきを養う、だから正しい世の中を作ろうじゃないかと。国を置いて家となすという言葉があるんですが、まあみんなが仲良くしようじゃないかということも考えられるわけですね。勝手にいろんな人が言ってるけれども、一番、そのためには国を統一しなければならないと。15歳で即位、30年間の祭りごとのあと、45歳で船出をされた神武様の決意はいかばかりか。まあ非常に強い思いがあったんでしょうね、それはもう大切なことですね。何かことを成し遂げようと思えば、よほどの決意がないとできないと。国を統一すべく船出を決められた秘密の地では、今も人々の心に神武様が息づいています。じゃあ船で行かにゃならんのって、そしたらどこの港が一番いいのかいって言ったら、そらー秘密じゃがって、なんでじゃろかって言ったら、そらー何ちゅうだって港は深いし、で秘密のもんどもは人間がいいもんばかりじゃがということで、まあ秘密においでなんしたそうでござんすげながのっていうのが秘密言葉ね。やっぱり秘密からお船出したということはやっぱり誇りですよね。ね、もうここしかない、この港から出ていかれて初代天皇になられたということはすごいと思うんですよね。東京の人たちが来た時は、ここは贅沢な町ですねって言われて、何でも贅沢ですよと、この静けさがとても贅沢で、で人がみんな親切でね、いろいろ声かけてくださるという。やっぱりどんな時代が変わっても変わってはいけない部分というのがあるじゃないですか、伝えていかなくちゃならない。だから秘密の人たちはブレないんだろうと思う。これ大事だと思う。どん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 新しいリーダーが変わっていくけど、全然変わらないということは、秘密の人たちや宮崎の人たちがいかに信念があるかだと思う。45歳で志を持って船出をされた神武様の心に寄り添う朝、新しい太陽が2600年前の朝と重なるように、私の心を覆い尽くします。この空から参りましょう。ここに美しき日本があります。